とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。ダウンロードコンテンツなしのビルドをいくつか見せてくださいということですね。今日から何日間かにかけて、ダウンロードコンテンツの装備なしでできるビルド、それをやっていきたいと思います。今日ですけども、これでいきます。ささやくやり。で、ウィザーのアーマーにハープクロスボウ、キノコ、愛のメダルを2つ。ですね。結構安定していけるやつだとは思います。羽でぴょんぴょんしない感じのやつですね。では、デイリー3がありますので、ここに行ってみましょう。それでは行きまーす。洞窟なんですぐ終わると思いますね。まず、ハープクロスボウ、これで牽制していく感じです。虚無と弱体化を入れておくと、結構敵が弱くなりますので、おすすめです。まず、ハープクロスボウで牽制をしつつ、囁く槍、これで攻撃をします。重力が入ってると、敵がね、こっちに近づいてこれなくなるんですよ。なので、かなり、戦いやすくなります。火ダメがだいぶ減るんでね。近距離のやつは、この槍のね先の方までしか進むことができなくなるんですよ、この重力によって。なのでこの槍のね重力値っていうのはものすごくいいです。でさらに、今回は結構演者のね敵が出てくるんだけども、普通のとこだったらそんなに演者の敵は出てこないと思います。この愛のメダルがガシガシ決まりますので、それで全然戦っていけると思います。こんなやられることもなくいけるとは思いますけどね。あ、このね重力とかそういうのが来るとちょっと弱くなったりしますけども、まあ全然いけますいけます。うん、やっぱりねこの羽なしで戦うのであれば、この槍がマジでおすすめです。槍めちゃくちゃ、あ、ちょっと待って、危ねえなんかすんごいエンチャントついてんな。すんごいエンチャントがついてます。配電か。OK。行きましょう。愛のメダルで敵をね、完璧にしつつ。いきます。いいね。この配電が来るとね、結構ね、ダメージ受けたりしますけども。ああ。大丈夫か。そうピンチになることもないですね。愛のメダル、やべえリッチが嫌いだな。 OK、 おーし、結構乱戦になっても大丈夫ですね。 OK、 うまいことこの壁とか使いましょうね。壁を使うと、遠距離攻撃とか防げるし、この槍だったら全然攻撃していけるんで。よし、いけ。で、立ち位置なんかもね重要ですよ。かなり重要。立ち位置をしっかりと後ろの方に取って敵をね、直線上で捉えるっていうのが重要です。 OK、 味方回復で結構耐久力があるけども大丈夫だね。回復ね。はい、では残り2ついっておしまいです。ショートカットはしません。まあ、できないのかできなくなったのか。うん、あ、できるところもある、できるところもあるけども、ショートカットなしでいきましょう。ここはショートカットできるところだけどね。普通に戦っていきます。愛のメダルはね、レベルが上がるにつれて、レベルというかパワーね、敵がめちゃくちゃ強くなるので、使い勝手はいいです。エンチャントをね、受けてない敵に関しては、ほぼ完封できるっていうので、いいよね。いけ。はい。今回は、処理金は炎の矢のみになっているので、こういう矢が出るんだけども、よっしゃ。あー、違う。OK。
はい。まあ普通だったらこの矢は出ませんのでね、今回はちょっと弓の攻撃力は高めです。あと上行っておしまいですね。ブーツなんか入れてね、高速移動していくっていうのもありかもしれません。愛のメダルを一つ削って、まあ、若干安定感は下がるかもしれないですけども、移動が速くなって快適さは上がりますよね。いけ、ね、弱体化の強度、これが入ると全然ダメージがなってます。危ねえ、うわー固まった危ねえ固まったわ。いけ、今回スライム多いな、スライムだらけ。ちょっと待って、ここからを仲間に引き込みましょう。いいね、やったいか。ストップ、ね、しっかりやりましょう。トムで、こっちが与えるダメージが増えて、弱体化で受けるダメージが減る感じです。いいね、結構多いな敵は。耐性か、終わり。はい、ではあとはクリアするだけですね。はい、今回の報酬がアーティファクトになってます。何が出るかな。もう大体のやつは持ってるけども、256のやつが出てきてくれれば嬉しい。さあ何が出るでしょうか。昔はここをよう周回してたな懐かしい。今はそんなに来ないけど、タワーばっかりやってますね。報酬見てみます。では何が来る。回復254、254の回復のトーテムはダメだよね。256持ってたような気がするな。あ、254、あ、同じやつか同じやつでした。はい、ということで今日はダウンロードコンテンツなしのビルドやってみました。また違うビルドもね、ダウンロードコンテンツなしのやつ紹介していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。